として大事なのかもしれない。どうぞ。はい、もしもし。はい。はい。はい。トヨタさんの YouTube を見て、はいはい。ね、はい。今現在今創価学会なんですが、はい。ね、ちょっと一度お会いして、ああ。お話できればなと思ってるんですよ。そうですか。明日なら私も受けますよ。明日ですか？はい。ええ、僕はあさって大阪行くので、ちょうど明日ならちょうど流れとしていいかなと思って。あ、本当ですか？はい。平日で良ければね、ご主人様の方が。僕、34年生まれで同じ年だと思ってた。同じじゃないですか。あ。今、いろいろね。はい。ちょっと簡単に説明しますと。はい。はい。そういう信念で僕やってきて、ええ、で、地獄のフルコース食らっちゃいまして、ああ。今現在、頸椎損傷って知ってますか？頸椎損傷？頸椎。うん。首の神経なんです。あ、頸椎ね。ええ、損傷。もう、しかし、決めるようになるんですけど、ええ。え、だって、動けるんですか？首から下。それでね、手をついて上げるぐらいまでは今なってるんですよ。ああ、よかったですよ。あんまり遠距離電車乗ったりとか。ああ。そういうのはちょっと、で、片一方目もやられちゃって、潰れちゃったんですよ。ああ。その事故で？そうです。それは、その後なんですけどね。うん。それでもう仕事もできなくなって、お恥ずかしい話、今生活保護を受けてるんですよ。まあでもその体じゃね、確かにそれは無理もないですよ。それで豊田さんの昨日も朝まで見てたんだけど、いろいろそういう流れを豊田さんの話を聞いて、最初は何言ってんだよって思ってたよね。みんなそうですよ。みんなそう言いますよ。茶髪だしね。何ですか、そう思いたくないってのはあるじゃないですか。うん。でも、そう思いたくない、そう思いたくないで相手の話は聞かないっていう、まあ一応そういうスタンス取ってきちゃったんですよ、自分は。ところが冷静に本当に自分の大丈夫さんの部分に照らし合わせて、自分が受けた罰とか、純粋に照らし合わせて見て、豊田さんの話を聞いていくと、そんなところが発端になりまして、それで失礼だと思ったんですけど、いえいえ、こういうお電話を待ってますか、待ってるわけですからね、私はね。はい。だから、じゃあ、ある意味、時間的には結構、キャパがあるってことですよね。だから、もし、こっち寄って、これ、いただけるなら、ええ。近くにディフェンスホテルがあるんで、ええ。いやいや、そんな、お気遣いなくていいですよ。あと、もしね、時間をおそらく話し始めたら長くなっちゃうと思うんですよ。ああ、なるほど。だから、一泊もし余裕持ってね。ああ、はい。泊まってもらって、それでゆっくり話して、聞いていただいて。はい。で、今後自分がどういうふうにやっていけばいいかを。なるほど。お伺いしたいなと思ってる次第なんですよ。ああ、そしたら、じゃあ明日何時頃に行けば一番都合いいですかね。トヨさんどうです？何時ぐらいだと一泊していただいて、こっちで、ええ、今から自分ホテル抑えますんで。いや、本当に本当にいいですよ。それはご心配なく、来ていただくまでこれ人間として当然のこと。いやいや、申し訳ない。僕もそれ予算ちゃんと確保してありますんで。ああ、そんな人珍しいですけどね。はい。ああ、なるほど。じゃあ、僕は今、東京、新宿にいるので、そんなに、だったら、なんつうか、時間ゆったり行けますから、
で、指定していただ、ほぼほぼ指定して、まあ、午後からだったら、指定していただけた時間に行けますよ。あ、そうですね。はい。ホテルのチェックイン、あの、ビジネスホテルのチェックイン機、多分午後4時だと思うんですよ。あ、普通3時ですけどね。あ、3時ですか。ええ。ええ、折り返しの、ね、電話しても、あ、大丈夫です。あ、本当ですか。はい。じゃあ、もう一度お電話差し上げます。あ、それで、もし、ご好意に甘えついでであれなんですけど、私、禁煙しか泊まれない体なので、禁煙？はい、喫煙の部屋、ダメなんですね。あ、そうなんですか。はい。あー、わかりました。はい、もし、よろしければそこの、はい、はい。あ、そう。あ、ちょっとね、面談の最中はね、タバコ吸うと僕、心筋梗塞になって死んじゃうので。そう。だから、禁煙、喫煙タイムを設けて、その場だけどっかへ、退出してもらって、吸ってもらってって、そんな感じならいいんだけど。はい。はい。じゃあ、それでは折り返しお願いします。はい。お願いいたします。はい。はい。はい。